郵便屋さんの話。カレルチャペック作、中野義雄役。王様だとか王子様だとか泥棒だとか騎士だとか、その他魔法使い、大男、木こり、カッパ、そういった身分や職業ごとにそれぞれお話ができていますね。私はいつも不思議に思うのですが、それならばなぜ郵便配達にだって同じようにお話があってはいけないのでしょうか。考えてもご覧なさい。郵便局といえばまるで魔法の城そっくりでしょう。タバコご遠慮くださいだの、犬入らぬことだとか、いろんな貼り札が一面にベタベタ貼り回されているのですもの。竜のお城だとか魔法使いの部屋だとか言っても、あんなにたくさんの注意やせぬことが貼ってあるものではありません。それだけでも郵便局というところが不思議と神秘でいっぱいな場所だということがお分かりでしょう。ではあなた方のうち誰か、夜中に郵便局が閉まってからあの中でどんなことが起こるか覗いてみた人がありますか。一つ覗いてみたいもんですね。ところが覗いてみた人が一人いるのです。嘘でしょって。いえいえ、コルババさんといって郵便局に雇われている配達屋さんなんです。正真正銘自分の目でそれを見たというのですが、つまりその話を後でコルババさんが友達に話し、それをまた友達が他の人に話すといった具合で、とうとう私の耳にまで入ってしまったというわけなんです。無論私もその話を自分の胸だけに秘密にしておくことは少しもありませんから、一つそれを話してみることにいたしましょう。ところで郵便配達のコルババさんですが、実はこのところ郵便を配達する自分の仕事になんだか嫌気がさしてやる気をなくしていたのでした。郵便配達なんて嫌な商売だろう。走ってかけて走って飛んで、毎日毎日33,333 歩は走り回らなければならない。その中には階段を上ったり降りたり、それに配達する手紙といったら、するものだの請求書だのくだらないものばっかりだ。第一、郵便局というところはおとぎ話一つありそうにもない、まったく退屈なところだよといったふうで、コルババさんは郵便配達という自分の仕事にブツブツ不満を並べているのでした。ところがある日のこと、コルババさんはすっかり元気をなくしてしまって、郵便局のストーブの傍らに腰を下ろしたままうとうと眠ってしまったのです。6時のベルが鳴って、仲間の配達人たちも一人一人ぼつぼつ帰ってしまうと、やがて郵便局の大扉が閉められて、後にはコルババさんがたった一人がらんとした部屋の中に閉じ込められたまま、それでもまだぐっすり寝込んでしまっていたのです。真夜中近い頃でしたでしょうか。コルババさんは何かネズミでも床の上を走っているような、ピタピタピタというかすかな物音にふと目を覚ましました。おや、ネズミだな。コルババさんは思わずつぶやきました。
こりゃネズミ捕りをかけなくちゃいけないぞ。ところがてっきりネズミだとばかり思って当たりを見回したときに、ふとコルババさんの目に映ったものは、意外にもそれはネズミではなくて郵便局の妖精だったのです。せいぜいひよこかコリスか、それともハツカネズミぐらいの、それはかわいらしい。それでいて顎には真っ白いひげをふさふさと生やした小人の一団だったのです。それがどうでしょう、そのちっぽけな体にちゃんと一人前の郵便配達の制帽をかぶり、しかも仕事に出る時のマントまでそっくり着込んでいるではありませんか。これは驚いた。コルババさんは思わず独り言が口から出かかりましたが、小人たちをびっくりさせてはいけないと思い直して、じーっと固唾を飲んだまま、まばたき一つしないで様子をうかがっていました。するとどうでしょう。一人の小人は、明日の朝コルババさんが配達するはずになっていた手紙の束を引っ張り出すと、やがて一枚一枚丁寧に調べ始めました。そうかと思うと、もう一人の小人は小包を一つ一つはかりにかけては重さを測り、それに伝票を貼り付けています。どうも荷造りが悪くていけない、この紐掛けは規則違反だ。どうやらブツブツ小言を言っているらしい者もいれば、まるで局員のような顔をして悠々としきりにお金を勘定している者もいる。コルババさんが驚いて見ていると、もう一人の別の小人は、電信が自分の受け持ちであるらしく、カチ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 と一心に電信を打っています。コルババさんはしばらく小人たちの様子を眺めていましたが、そろそろみんなの仕事も終わろうとしたとき、8番目の小人が叫びました。さあよし、そろそろ今日の仕事も終わりだ。みんな一つトランプでもやりませんか。